今週は3月13日と19日の話題を2つお届けします。まずはこちら。3月13日に都電荒川線荒川電車営業所で開催された都電桜号飾り付けの模様をお伝えします。毎年桜の見ごろに合わせて運行している都電桜号。この車両は地域の活性化を目的に東京都交通局と荒川区をはじめとする都電荒川線沿線の4区が連携し飾り付けを行っています。都電桜号の出発を迎えたこの日、青いレトロ車両都電9002号車の車両に東京都交通局と荒川区、北区、豊島区、新宿区の職員が集まり車内の飾り付けを行いました。およそ10人で行った飾り付けは1時間ほどで完成。車内は桜の花で彩られるなど、お花見気分を盛り上げる演出が随所に施されています。また車両の前後には荒川区の職員がデザインしたヘッドマークが取り付けられています。車内にはですね、桜の造花、大小のステッカー、またつり革にはですね、俳句や短歌のですね、記したですね、ステッカーを貼ってございます。主にですね、俳句につきましては、桜を詠んだ、俳句を選んでおります。ちょっと最近暗い話題が多い中で皆様に少しでも明るくなっていただきたいと思って、このような形で桜号というなんかすごく華やかな装飾を各区の皆さんと一緒にやらせていただきました。天井とかまで楽しめるようになってますので、ぜひ都電に乗った際は360度見ていただいてお楽しみください。都電桜号の運行は4月15日までです。車内でお花見気分を味わいたい方は、東京都交通局のホームページから運行状況を確認することができます。都電でお出かけの際は、ぜひチェックしてみてください。続いてはこちら。3月19日に荒川エコセンターで行われたエコ生活広め隊マスク作りの模様をお送りします。荒川エコセンターを拠点に活動する NPO 法人エコ生活広め隊は、地球温暖化やヒートアイランド対策として家庭から出る不要品を活用した実践講座や緑のカーテン普及のための講座などを行っています。新型コロナウイルス感染症対策のため、実施する講座が2月後半から4月まで中止になったこともあり、寄付された布を使ってマスク作りが行われました。いとこが薬剤師 で、そのいとこがマスクが足りないっていうふうに言ってきたのがきっかけです。やはり医療機関がマスクがないっていうのはとても大変なことだなと思いましたので、私たちは手作りのマスクでなんとかしのいでこれから行けたらなっていうふうに思っています。立体マスクの作り方を教えていただきました。材料は布とゴム紐です。今回は綿の布を使いました。型紙は市販の立体マスクを参考にするか、インターネットからも検索できます。まず型紙に合わせて布を切ります。同じものを2枚切ったら、生地の表同士を重ね合わせます。1センチの縫い代を取って両端にミシンをかけます。縫い代を倒してアイロンをかけたら、縫った部分を真ん中にして待ち針を刺します。ずれないように気をつけてマスクの上と下の部分を縫います。
あとの3箇所は2センチ。1箇所は裏返すために4センチ開けておきます。縫い終わったら裏返して、ここでもしっかりアイロンをかけます。周りを一周縫います。ゴムを入れる部分は2センチ、上下は外側から5ミリ離して縫います。最後にゴム紐を通したら、手作り立体マスクの完成です。材料の関係でたくさんのマスクは作れないそうですが、今後は被災地支援の募金活動として1枚100円で配る予定です。なおマスクを希望される方はエコ生活広め隊に電話で在庫を確認してから荒川エコセンターへお出かけください。以上ウィークリーニュースでした。